踏み込めるようなことでした、うん、でせっかくいろいろデータいただいたのでいじってみようということで、あの EGVR というのを使ってあのケーブル上で可視化をしたものがこれになります。で、まあシミュレーションのデータとか、今先ほどのデータは観測でしたけども、これも観測の可視化事例で、で、あの先ほどの、ね、放射性物質の拡散量のやつではないですけれども、ちょっと先ほど慌てているためにいろいろ順番がおかしくてすみません。レーダーの、うちの持ってる海洋で持ってる船で、観測したレーダーのデータと衛星で撮ったところはあの普通に KML 書いて貼り付けたやつなんで VDVG 使ってるわけではないですけれども、そういったモードの重ね合わせもできます。切れてるところはマストとかで隠れてるところですね。生々しくて、いろんな重ね合わせができるので、これまた先ほど茂木さんがいろいろあのおっしゃられていましたけども、例えば海の人であるとか空の人であるとか観測の人であるシミュレーションであるっていう垣根も超えることができて、そこでいろいろみんなでやいのやいの言いながら見ながらやれるといいなというところ。これもそうですね、ユーザーさんがやったので、海のデータのところもそうかな、黒潮のところ、はい、ちょっと現象がうまく説明できない、はい、あと、ジャクタさんもいらっしゃいますけれども、かぐやのデータをちょっとウェブであのデータアーカイブの方から引っ張らせていただいて、で、月のところの磁場の照度なんていうのも Google Earth 上で出してみる。で、Google Earth 上自体であのモードを変えればあの月モードと火星モードはあるんですけれども、まあ、単にあの球のところ、まあ、地球は球なので、まあ、他のペンダム球だと考えれば、まあ、テクスチャーを変えればどんな惑星にもなりますよということで、惑星大気やってる人にも広くお使いいただけたらなというところです。あの惑星のその、半径とか考慮していただいて、そこからあのシミュレーションデータの方の設定のコードをいろいろいじっていただければちょうどいいところに表示がされるのではないかと思います。で、ソースコード含めてバイナリーですね。で、先ほどちょっと質問があったので答えましたけれども、あのソフト自体は Windows で今紹介しましたけれども、 Mac でも Linux でもあのマルチプラットフォームで動くソフトウェアになっていて、ソースコードとコンパイ済みのバイナリーとマニュアル等と、ウェブのページで配布をしております。 VDVGE という、ソフト名で検索をかけると Google 君で出てくるはずです、うん、サンプルデータも先ほどデモで使ってたものと同じものがありますので、まあ、ご興味がある方はお試しいただければと思います。で、まあ、プレゼンからアウトリーチから、まあ、あとはそのいろんな異分野の、まあ、領域分野の、分野横断的な取り組みにも使えるというところですね。で、まあ、そういうところでいろいろバグとか見つけてくれると私の開発のフィードバックになる。で、今のところ前だと、まあ、割とその研究者が便利に使えたらなという話で、これまた茂木さんの何のためにとか誰がターゲットだというのがちょっとあったんですけども、じゃあ果たして、まあ、地上から見ることができるようになりました、雲の色は先ほどこう白出てましたけど、果たして白でしょうかと。我々は天気図でこう見るときに、天気予報で見るときは上から見て、陸上から見ていて、まあ、白ですね。で、確かに飛行機乗ると下見ると雲白なので、まあ、それはあながち間違いではないんですけども、地上から見ると例えば我々経験則的に白で、まあ、空が晴れてれば、あ、なんか雲がぽっかり浮かんでいい天気だねって思ったり、空がちょっと暗くなって黒い雲が近づいてきたらなんか雨が降りそうだから、うん、早くこう室内に入ったら帰ろうっていうふうに思うわけです。実際こんな感じですね。上の方は光が当たってちょっとこう白っぽくなっていて、下の方こう光が通りにくくなって黒くなって真っ暗くなってるわけです。じゃあシミュレーションの中でじゃあその何がその色を決めてるかというと、まあ、短波その日射が決めてるわけです。で、実際には
あの工学的なあのちゃんと計算をしてあのレートレをやるとまあリアルな雲が描けるというのはよくあるんですけど、もっと簡単にできないかということで、シミュレーションの中で非常に単純であるんですけども、必ずその時刻に関係なく直上から日射が入ってきて、で、雲のところで、まあ、減衰が起きるというような形で計算をやっています。でこのデータをあんまり使ってなかったんですけども、うまく使えないかということで、まあ、シミュレーションデータがあって、その中の、雲の可視化によく使われる雲水とかそういうものの情報で、まあ、VDVG を使って可視化をして雲っぽいものを出します。で、まあ、そこには雲があるでしょう。で、あとはその日射の情報を使って雲の色を、まあ、決定して可視化を、まあ、VDVG でその Google Earth 用のコンテンツを出してあげる。で、Google Earth 用のコンテンツの中というのは、その積層させるための画像がいっぱい入っているので、その両者のコンテンツの画像からその場のそこに雲があるでしょうっていうところの量からは、そうですね、日射の方でその雲の色を決めてあげて、でだんだんその減衰が起きればちょっと暗くなるというような色の決め方で雲の色を決めてあげて、でこの場の雲水とかそこに雲があるよないよというところで、不透明度を決めてあげると。でその画像ファイル、本当 RGBA というところから、こちら側からは RGB を取り出して、こちら側からは A のところを取り出して、新しい画像を作ってあげて、新しいコンテンツを一つにマージをしてみました。とするとですね、下から、まあ、これ実際に160センチぐらいのところの目線ですねからこう見てて、あ、ちょうどうちの本部なんですけどもお空を眺めているような状態です。で左が今までのその手法で1行2行をつけてみたものですけれども、日射関係なく1行2色がついています。でこちらがその組み合わせをしてやったやつなんですけれども、まあ、上の方がちょっと白くなって下の方がグレーになっていると、非常に単純な仕組みではあるんですが効果的な表現が得られる。知らなかった。でその時にちょっと工夫をして、リニアにだん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 日射の減衰のグレーになるんじゃなくて、ちょっとこう人間の視覚がログスケールで明るさを感じるというところをちょっと利用してログで撮ってあります。でこれはリニアでやっちゃうとちょっともう少し暗くなっちゃう。でさらにですね、ちょうど地上に到達したデータも短波放射のデータもあったん で影もつけてみました。実際にはその環境光とかがあったりとかするので、こんなにはっきり影は出ないかもしれないんですけども、一定の効果はあると。簡易的な表現というところで、ご勘弁くださいというところです。でちょっと実際の雲の高度はこんな高くないんですけども、分かりやすいために少しオフセットをかけてあります。動画でちょっと比較を見たので、左が何もしてない方で右がその効果をつけた方ですね。すげえ。でこの時そんなに雨が降りそうな天気のデータではなかったので、多分もうちょっと、あとその色付けも工夫は必要だとは思うんですけれども、これで例えば雨雲が近づいてきた時に本当に真っ黒になるようであって、これを自分のところからこう見ていただくことができれば、その経験則からして一般の人も分かりやすい形でなんかそろそろ雨降りそうだとか、そういうことが分かるというようなところで、誰に対してというところは、まあ一般の人が分かると使えるところでいいんじゃないかというところです。まとめます。ちょっとデモする時間がなくてすみません。デモができなかったので皆さんダウンロードして使っていただけたらいいかなと思います。で、そのソフトウェア の、まあ、プロジェクトの紹介とソフトウェアの VDVG の紹介をしました。であと、それを使って、まあ、ユーザーさん含め、まあ、私の方のグループであったりとかの人も含めていろいろ可視化をしているので、その事例をこんな風に使ってますよという紹介をさせていただきました。で、最近のトピックとして、最後のところでご覧いただいた今のその、まあ、簡易な、
その写実表現というところを、新しくリンクとしてご紹介させていただきました。ちょうど私の方からは以上の話題でございます。はい、どうもありがとうございました。それでは質疑と討論お願いします。はい。大変面白いお話ありがとうございました。雲がこんなにいろんな計算に基づいて計算できるとは想像もできませんのでしたので、非常に新たな発見で驚いているんですが、よく小学生なんか聞く質問で、なんで 雲は白いんですかというと、空が青いのはなんでですかとかいうのがあるかなと思うんですけど、それっていうのは、それは先ほどの画像でもなんか青い部分が結構あって、まあ、青空の日はそんな感じなのかなと思うんですけど、北陸の空なんかは結構どんよりしてて、それは一面雲が広がってるからそうなのか、なんかもっとなんかなんとなく不透明なものがいっぱいあるような予感をするところがあって、それのっていうのは空は基本的には青いというので考えて大丈夫なんでしょうかね。少なくとも雲のところに、まあ、その専門家ではないので私もそんなに詳しく説明できない、いや、まあ、ちらっと茂木さんの方をご覧になったかもしれないですけど何かありますか。いいと思いますけど、はい、Google Earthの中の青っていうのがどうやって決めてるのかちょっと分かんないですけどね。で、先ほど紹介した我々の手法の場合は、雲自体に対しては日射量が、例えばその最初から入ってくるのが少し落ちていたりとか、時間に応じてするんですけれども、それは別に空の色には影響を何が与えていないので、現状はそこが何か不一致が起きている。でそこも何かこう工夫して、例えば空自体が暗くなるであるとか、地面もその明るいところと今影のところがありますけど、全体ももうちょっと暗くなったりとか、その辺もなんか、あと雲も本当は他の要素もあるかと思いますけれども、例えばこう朝焼け夕焼けで色自体が変わったりとかするわけですよね。そういうところの効果はまだ何も入っていないので、そういうのが将来的にできると、よりこう写実的な感じの表現ができるかなとは思います。ありがとうございます。 PM2.5 とかはい、もう1点ぐらいいきますが、はい、ありがとうございました。Google Earthはよくできたビューアーなんですけど、基本的に、まあ、ポリゴンのビューとテクスチャーのビューアーなので、はい、そこにボリュームデータを入れるというのは、やっぱり そのテクスチャーベースボリュームデータをしたということなんですよね。そうですね。で結局最終的にはその Google Earth のレンダリングエンジンを最後は使うということでいいわけですね、はい、そうです。ちょっとスピード、心配なスピードだけなんですけど、はい、それがどれくらい FPS が出てるそうですね、データサイズにもよるので、であとその画像圧縮のサイズで見るのがいいのか、展開後のサイズで見るのかちょっとよくわからないんですけれども、パフォーマンスを見ながらソフト自体に例えば、1000×1000 のシミュレーション、まあ、水平解像度があったとして、それじゃあ重いから最大の出力画像サイズを 500×500 にキャップをかけるっていう機能も一応設けてはあって、そういうところで調整しながら実地でちょっと見てやるっていう形になるかな。いや、我々も別の目的で Google Earth は使っていて、まあ、都市を作ってるんだったりしてるんですけど、やっぱり何も考えずに入れてしまうと、まあ、重くて動かないので、はい、まあ、LOD をどう入れるかとかその辺が問題になるわけですけど、まあ、そこをうまく入れられてるということだと理解しましたけども。あ、そうですね、 LOD まではまだ入れていないので、まあ、LOD っていうか、うまくなんか、はい、見るところ走るみたいな、そういうのをうまく入れられてるということですよね。できれば LOD まで全部入れて、まあ、近づいた時には、まあ、できるだけそのタイルで一部だけ細かいのが出せるようになるとはいいなと。あの四角く囲った あそこだけ書いてるんですよね。今はそうです、ね、はい、はい、LOD って何ですか。遠くのものはぼやっと見るっていう、遠くのものは荒っぽく書くということです。という手法のことを言うんですか。はい、はい、レベルオブディテール、あー、はい、解像度が同じ領域でも段階的にちょっと違うものをしていて、このぐらいに来るか見ているときにはそんなに細かいデータじゃなくてもいいからこれを使おうとか、うん、そういうような感じ。一つ言いましたので、それも面白いので使うとしたらですね、ぜひGoogle Earthのいいところは、Google SketchUp というモデリングソフトウェアがすごく優れていて、ユーザーが新たなモデルをいろいろ入れられるというのがいいことなので、実際に今地球上にないものを入れられるのがいいことなので、多分できるはずですが、そういうのもなんか
なんかサポートしていただけるといいかなと、うん、あの思います。そうするとさっきの津波 の、あのシミュレーションの例えば可視化するのに、あの 未来の都市での津波とか、うん、そういうシミュレーションができるんじゃないでしょうかとか、うん、で現状その Google Earth 自体、うん、あるものを消すことはやっぱりその部分的にはできないので、うん、全部消してしまって仮想の、まあ、こうなったらいいなという、まあそうですね、都市計画をスケッチアップで作っておいたものを、はい、まあ、モデルとしては作って Google Earth 上で表示させると、はい、でそれを初期値としてシミュレーションしたものを重ねて、それを両方合わせて表示すると、あのちょうどこんな感じになるでしょうっていうところが出せるかな